ロージーの事務所に新作の可愛いコートが届きました。この形も結構クラシックで可愛い。千鳥とチェック、チェックも可愛い。これはまた形違うんですけど、クロップドの大きめの千鳥のコート。私はこれを着てクラシックなガーリーコーデしたいです。この丸襟もお気に入りポイント。新作のカチューシャたちも可愛いです。キラキラとパールとバラモチーフとハチさん。ロージーとエンジェルの仕事が終わって今3時40分ぐらいです。今からラジオをしに行きます。今日はとある方とのラジオなんですけど、誰でしょうか。ラジオ収録が終わりました。今日のゲストはじゃーん、ゆうきりんでした。卒業するんだよ。そうなんです。おめでとう。ありがとうございます。ラジオ喋りすぎちゃいました。喋りすぎました。しかも私たちね、同い年で、そう、ゆきりんも18年間も AKB を頑張ってっていうことで、本当にすごい。やっと卒業することができた。しかもね、はい、明日もそのたまたまね、会えるっていうことで、現役のメンバーみんなめっちゃ緊張してると思います。そっか、はい、私会うの初めてかもしれない。いっぱいいるかもです。私のこと知ってるかな。やったりもいいじゃないですか。本当めっちゃみんな、ともちんさんのやつここにつけてる。本当に、はい、嬉しい。めっちゃみんな ここから知られてるし、押されてるの嬉しいんです。明日もよろしくね。よろしくお願いします。ラジオ終わったので今からご飯を食べて帰ります。ロッポリスカート、これはハイワレ大根で辛くないんです。今日はレンコンつくねを作ります。あ、レンコン買い忘れた。ズドル。レンコン、レンコンいっぱい買いました。開店します。はい、食材スーパーでゲットしたのでお家に帰ります。娘とハグハグタイムしてちょっとしたご飯を作ります。できました。サラダと本当カレーとレンコンつくね、鶏とこれ大好きなオクラとエビの春雨炒めです。おはようございます。今日は朝から娘が鼻が治らなくて鼻水がずっと出てるので、子供の耳鼻科に連れて行きます。早く治るといいね。見て、ねえ、すげえ、うん、遊んでる、元気。あ、見て、ちいちゃん、くーちゃんみたい。あ、くーねえ、それなんだろう、千葉県だって。遊んでるね、ちっちゃ。あ、くー、よいしょ。よし、かわいい、こんにちはって。こんにちは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 じゃないの。ねえ、かわいい、起きたじゃん。その子かわいい、まるぷ、こんにちはって。えー、かわいい、なんでなんで。かわいい、寝てる。ロージーのオフィスに来ました。ランチを食べて、今日はロージーのクリスマスイベントを詰めたり、あとエンジェルの子たちとオンライン面談したり、エンジェルの12月からのレッスンプログラムを整えています。バタバタしております。高橋さん、超有名な先生たちだからね、スケジュールがね大変です。決まったか。ボケてんのよね。え？ボケてる。これがボケてる。
違う、こうやって私が前にいるとボケてピントが合ってないってこと。こうやったらピント合うけど、こうやってしたらピント合わないね。全然わかんないですよ、遠いから仕事終わりました。オフィスから東京タワーが見えるんです。夜景が綺麗。最高。今お家に帰ってきてベビジンとケケとご飯を食べました。この後珍しく夜にお仕事があるので今日は私のママが来てくれました。ということでとあるお仕事に行ってきます。今テレ東に来ました。実はなんと今日ゆきりんの卒業の会で私がゆきりんに花束を渡すという大事な係を任されました。今衣装を決めてます。かわいい。確かに黒はこんな感じ。SAB の新曲を一緒に踊ろうって言われたので覚えます。もう覚えてるんですか？全く覚えられない見てるだけ。ちゃんがめっちゃ可愛いメイクとヘアにしてくれました。今日は大人っぽくいくみたいです。珍しく私の苦手なオフショルになりました。今日ここ練習してる私ちょっと結構キモくない？いやいや、こっから回し始めたのに。キモくないです。可愛いです。ちゃんと努力してるんだ。はい、可愛いです。あの後ろの感じはキモいです。いいっすね。可愛い AKB の後輩ちゃんたちがスタンバイしてます。ゆいゆい、みんな遅くない？可愛い。え、髪型可愛い子いる。すごい髪型。ね、可愛いセーラームーン。可愛い後輩ちゃんたちと私。もうおじたちのせいで全然踊れない。僕たちのせいで関係ない関係ない。メイクが完成しました。けつけまつげつけてくれたけんちゃんが。今日のテーマはお姉さんなのでお姉さんっぽく準備してもらいましたちょっと声ものトーンもお姉さんなんでやめてもらっていいですか？なんかめっちゃない。鼻にリップがついたの。マイちゃんに仕事して。マイちゃんが仕事したら。マイちゃん。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。
最初忘れて、あ、今の曲は難しい方でした？体を動かしてるわけじゃないんだけど、頭を動かす振りは私結構苦手で、なんか頭を混乱したんだけど、ね、体で覚える振りとか歌とか結構体で覚えるのは好きっていうか得意なんだけど、手とか筋肉エネルギーヘビロテとかも結構難しい。頭で覚えてると分かんない。大胆な振りの方が後でじゃあ TikTok でね確かに今ソロ練習した方がいい。すごい、すごくないですか。え、すごい、マジで。嬉しい、褒められた。10分ぐらいの練習で。でも朝に当てちゃうんだって。いや、すごい。得意なんですけど、朝に当てちゃう。感動しました。すごい。できません。できません。知らんよ、もう覚えら。どこ行くんですか、今から。卒業のおめでとうというか、お疲れ様というか、プレゼント買ったんで私に行きます。めっちゃ可愛い、ミューの今っぽいヘアアクセサリーとなんかユキリンがベベすごい使ってくれるって言ってて、ベベの全商品を持ってきました。嬉しいですね、在庫集めて。嬉しいよ。しかもなんかベベ使ってたら肌綺麗になったって言ってくれたので、信じて持ってきました。いいんですか。みんなでもらったみたいな。
今日だけ。伊藤さん、何してんすか？今日は私も AKB48 です。今終わりました。見えない。みんなで写真も撮っちゃいました。ということで。じゃーん、今時刻は23時29分ですね。こんな深夜まで働くのは久しぶりです。いつもルビちゃんとの時間はもう寝かしつけに入っていますから。そして私も寝てる時間ですね。一回寝て YouTube チェックのためにまた起きるみたいなことを毎日しています。でもみんな本当にキラキラしていて、アイドルって素晴らしいなと思いました。はい、明日はね、6時に起きてチェジュンに行くという凄まじいスケジュールでございます。現役のアイドルでもないのになんでこんなに忙しいんだろう。3人でチェジュ島に行くので、その YouTube もみんな見てね。以上、忙しい日々の Vlog でした。バイバーイ。今から帰ります。